あ、いらっしゃい。適当に座っていいよ、そこらへん。お邪魔しまーす。めっちゃ飲んだね、今日マジで。てか、さきちゃんさ、いいの来て、うち。うん。彼氏いんじゃん。たかしはね、今、サークルの合宿行ってるから、これ完全犯罪よ。はい、やば。しゅうじくんは彼女さん大丈夫なの？うん、まあ今日も男4人で暑い夜過ごすっつってあるから、もう全然大丈夫。アリバイ？アリバイバイバイって感じ。あ、そうなの？アリバイありあり。そうなんだ。うん。てか、浮気してなんぼっしょ。うん。いや、その人生一回しかないんだから、もう遊べって。遊べ！でもさ、ホテルでもよかったんだよ。うん、いい、もう全然そんなもん。うち近いんだから、うち来ちゃえばいいの。まあ、そういうのないけどさ。うん、てかもう、なんかさ、浮気したとか言われたら、もうガツン言うたるからもん。うん。じゃあ、男は遊んでなんぼじゃとか言ったるから。男らしい。なんか、修二くんいい匂い。ん？めちゃくちゃいい匂い。でも私香水使ってないのに。天然？うん。天才じゃん、マジで。やば。さきちゃん。なーに？もう今夜はもうパーティーナイトだよ。うん、パーティーしよう。それでは、よろしくお願いしまーす。浮気しちゃった。どうしよう。浮気しちゃった。犯罪者だ。一回落ち着いて。深呼吸して。なんでそんな冷静なの？やってしまったことはしょうがないでしょ。浮気じゃん。今更遅いんだよ。ベテラン？シュウジ君はもう元の生活になんて戻れないんだよ。自首しよう。余計なことはしないで、私の言う通りにして。これで髪の毛を取って、それからこれで脱臭。早くして。なんで持ち歩いてんの？浮気はね、遊びじゃないんだよ。火をつけたら最後、火の始末は自分たちでしないとね。うち禁煙なんだけど。ケンジ君タバコ吸うんでしょ？シュウジ君はケンジ君と朝まで家で飲んだ、それでいい？ダメだよ、そんなの。貸しな。自首しなきゃ。この写真でいい。この一昨日家で飲んだ写真をゆりちゃんに送る。あんたは朝までケンジ君たちと飲んでいた。その一昨日の写真を送ってゆりちゃんを安心させな。確かシュウジ君はケンジ君の浮気をかばったことがあるって言ってたね。じゃあ利害一致だ。使えるものは使えな。もしもし、ゆりちゃん。僕は、もしもし、ゆりちゃん？そう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 。主人の母です。ごめんなさいね、酔っ払っちゃってるみたいで。そうなの、ケンジ君と朝まで飲んでたみたいなんだけどね。なんかね、主人酔っ払って、実家の方に来ちゃったのよ。うん、大丈夫よ。浮気してないか心配だったの？はい、大丈夫だからね。安心して。はい、バイバーイ。今すぐに実家に行け。この先？一生この罪を背負って。今まで通りクリーンな人生を送れると思ったら大間違いだよ。お前は犯罪者なんだから。前科持ち。闇の世界にようこそ。いいか、お前は朝まで家でケンジと飲んでた。そして酔っ払って実家に帰った。お母さんにそう言って。今すぐ実家に行け。わかったな。それからその服。私は香水はつけない。だけど女特有の甘い匂いがある。どこにその痕跡がついているかわからない。だからその服は捨てろ。新しい服を着てすぐに実家に行け。わかったな。
これ気に入ってたんだけどな。遊びじゃないんだよ。